皆様、あ、マイクを。はい、皆様お待ちどうさまでした。時間になりました。はい、プリンチャンネルでございます。はい、今日も皆様、ご視聴ありがとうございます。2022年になりました。プリンチャンネルはもう30回以上やってるんですよ、ね、すごいですね。はい、もう皆様がねいつも見ていただけてるんで、はい、今年も地道にマイペースでやってまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、いつも通りのあの挨拶であれですが、はい、ファイブイヤーズな皆様、シンクルームでいつも遊んでいただいている皆様、こうなるコロナになる前からずっと応援をしていただいている、現場で応援していただいているお客様、はい、ね、あとは昔からの友達とか、幼馴染の方とか、あら、いいですね。ね、なかなか遠くでライブに来れないのよっていう方も、いつも、ね、応援していただいてます。ありがとうございます。では、プリンチャンネル、2022年、はい、始めてまいりたいと思います。本日はですね、またまた素敵なゲストを、はい、はい、新春スペシャルで、ね、いたしました。紹介いたします。ギターも弾きね、歌とギターの、素敵な、ね、まあ歌手の方ですね、ビティ大竹さんでございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そういうわけで新春ボサノバショーって書いちゃいました。はい、はい、ね、素敵な歌を、お届けいたします。はい、では参りましょうか。はい、では1曲目、アントニオ・カルロス・ジョビンナンバーから、もうすごいなんかね、これは、まあ、愛の歌ですが、マイナスイオンを感じる気持ちいい曲です。空とか風、川、自然のことがいっぱい入っている、ジンジという曲からお送りいたします。Que é a cor
からこれですか。なんか、ね、お好きなんですね。この曲ね。さっきなんかジンジやろうっておっしゃってたんで。ね、すごいいい曲も一曲目からこれで来るとはね。なんかほら気持ちよく新年をね。はい、明けましたね。マイナス4でスタートいたしました。はい、はい、素晴らしい、ね。ありがとうございます。なんか一曲目からこう緊張しちゃいましたけど。やめてください、ね、はい、緊張っていうのはこう、はい、映るってね、感染するというか言います、はいはい、そうですね、はい、そうね、はい、はい、では、はい、2曲目ですね。ジョビンのナンバーが続きますが、はい、アノスドラドスという、
黄金の日々という日本語の、はい、ドラードが金ですね、アンノが年で、そう、まあ、恋人と別れてしまったんだけど、そのね、楽しかった頃のことをちょっと思い出して、悲しいけどとても美しい素敵な曲でございます、アノストラードス。パラセクチュセリスジャモンマリアfotografia estamos felizes dirigo a fobata e deixo confissões gravado vai ser engraçado se tens um novo amor.
Tirigo frente e digo confissões gravado e desconcertante revelo grande amor. Meus olhos molhados em sãos dezembros, mas quando eu me lembro são anos dourados. Ainda te quero, bolero nossos versos sambanais, mas quando espero despeitos nunca mais, despeitos nunca mais. Parece que dizes. ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこれ近いかな。近い。あ、大丈夫。大丈夫。大丈夫。なんかキュッキュッ、はい、大丈夫ですか。はい、はい。そんなわけ で、 今の2曲目は黄金の日々、はい、という曲なんですね。はい、はい、黄金の日々。そうです、はい、では曲を進めて、あ、そう、トントンっていかなくてもいいのかな、ね、トントン。そんなわけでお正月明けまして、ね、もう1週間ぐらいになりますね。そうですね、早いでございます。毎日仕事してるらしいじゃないですか。毎日仕事してるらしいです。いや、すごいね。ありがたいですね。ありがたいことですね、はい。そんなわけで、うん、私はまあ今日一本やったかな、うん、で今日ね、プリンチャンネルは、今日が初めてですけれどもね、まあなんかね、また微妙な感じですけど、ね、そうなんですよ。そうなんですよね。なのでね、できるうちにというか、できるうちにって言い方もあれかな、ね、まあまあまあ、でもね、また落ち着いたらというかね、ライブがね、足が向くことがあったらぜひね、生でも聞きにいらしてくださいね、はい、ということで、ちょっと早いんですが、さっき聞いたんで、ね、あ、はい、でちょっとちらっとまた後で、うん、宣伝というかしますけど、3月11日、はい、ね、浅草で、はい、ね、あ、私とお二人ですか。そうですということらしいです。浅草のなんていうとこかっていうと、はい、なんていうとこですか。静かというね、いう、はい、いい場所にありますよね。そうです ね、 ね、1階だし、こう1階ですよ。ガラス張りで、ガラス張りです。角っこで、角地です。はい、ね、結構観光地っぽいっていうか、この賑やかなとこですよね。そうですね、はい、以前はとても賑やかで、外国人の方もね、そかそか、多かったりしたけど、ね、ここで、まあ、多分この辺、この頃になるともう随分落ち着いてると思いますので、皆さん来れると思います、はい、3月11日は開けといてください、はい、ね、というなんか、ね、さっきお誘いいただきましてありがとうございます、ね、そんなわけでね、リアルライブという言葉ができてしまいましたよね、通常のライブのことですね、本当にね、また元に戻って ね楽器を担いで電車に乗ってっていう、うん、ね、のが今年こそは戻ってくれるとと思って、期待して、おります、ね、ね、やっぱり、まあ、こうやって配信で聞いていただくのもね、あれですけれども、まあ、生で、ね、終わってからね、打ち上げやったりね。それを待ち望んでいらっしゃるんですよね。いや、それがだからもうずっとそういうことをやってないかなというかね。いや、ほらね、すごいコロナになって、俺ほら5年、がんになって5年経って、はいはい、5年ね経つとがんって一応落ち着いて、はいはい、ね、もう大丈夫ですよって言われるんですけど、で俺同級生にね、会期祝いを寄ってやるよって言われてたのが去年だったんで、できなかった。
でね、そんでもう1年経ったらみんな忘れてるっていう、ね、俺は覚えてるんですけど ね、 ね、落ち着いたら皆さん、あの吉祥寺の焼肉屋でよろしくお願いします。というね、まあそういうだけじゃないんですけどね、あのそれこそね、あのあちこち地方あちこちでね、いろんな方に会えたりとか、うん、そういうようなこともなんかもう今や懐かしい感じがしますけど、ね、また元に戻ってそんなことが、もう一回できるといいなっていうぐらいにも思っております、ね、まあ、その間、うん、その間ってわけでもないんですけど、あのもし戻ってもプリンチャンネルこれね、うんうん、はやりますから、また来てくださいよ。もちろんです、ね、で皆さんも見てくださいよ。お願いします、ね、うん、はい、そんなわけで、じゃあ、進めてまいりたいと思いますが、はい、これそれ、はい、頑張ります。ギター俺だけですね。そうなんですよ、その方がこう自由にこう羽ばたいていただけるのではないか。わ、はい、かりました。じゃあちょっと緊張して吐きそう。やめてください、はい、吐くのだけは。吐くの、そうですね、それだけは。それだけはね、一応みんな見てるからね。事故が、そうそうそう、そういう事故だったっていう。はい、わかりました。では、参ります。はい、リサフィナSe você acha que eu desafio no mundo, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Sou privilegiado, tenho ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você quiser classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo omitindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm o coração. Coreografa você na minha Flex, revelou-se seu enorme gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito do desafinado, no fundo do peito bate calado. E no peito dos desafinados também bate um coração. Musical, eu mesmo me tendo de
leva a argumentar que se possa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm o coração. Fotografe você na minha Rolleiflex. Revelou-se seu nome, gratidão. Só não poderá falar a fim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Que no peito dos desafinados, que no peito dos desafinados, que no peito dos desafinados também bate um coração. ディサフィナードをお送りしました。すごい緊張した。すごい技ですよね。いや、皆さんこの技を分かっていただけたでしょうか。はい、あのこれねキーが C なんですよあのね、まあ、女性の方 C で歌われること多いんですかね。そうですね。 C だとねメロディーがこの辺かこの辺になっちゃうんで、ね、はい、ドロナワであの F に転調させてもらいました、ね、よかった戻ってこれて。あそこで戻ってこれなかったら大変な事故になってしまう。そうですね、私が大変なことに大変なことに、ね、ディサフィナードをお送りいたしました。はい、はい、では曲を、進めてまいりたいと思います。はい、 F ですよ次は F、 はい最初から F でございます。はい、1枚ですね。1枚でございます。ドナ・イヴォン・ララという、サンバの、シンガーの 女性の、ね、方が作った曲なんですね。サンバの曲って女性が作ったのってあんまりないような感じなんですが、この方は結構何曲か作ってくださっています。タイトルはナシ・プラスヤン・イ・カンタという、夢を見て歌うために生まれてきましたというそんなタイトルの曲です。ウキトラゴタントルチミンプリセスヘヴェラエウソトモンドジトリスタサQue a vida me dá Me expõe tanta emoção Nasci pra sonhar e cantar Na busca incessante do amor Que desejo encontrarTo me, preciso revelar. Eu sou do mundo de tristeza que a vida me dá. Me exponho tanta emoção. Nasci pra sonhar e cantar.Thank you.
noite pra ir, que não terá a metade do prazer que sei gastar. Que poder se não esquece e que é sempre amanhã para o ser pronto secar. Tanta gente pra ir que não que sei gastar do amor sol madrugada que padece não esquece e que é sempre amanhã para o ser pronto secar. De mim preciso revelar. いい曲ですね。そうですね。ねえ、そうなんです。素敵な、はい、これはタイトルは、まあ、どういう意味なんですか。ソニャーが夢ですね。カンターが歌で、歌、はい、そう、うん、夢を見て歌うために生まれてきたという。ロマンチックな歌なんですね。歌詞の内容はちょっと分かりませんね、はい、けども違うことで、まあなんかね、このタイトルでなんとなくこうグッとくる感じが、うん、なんかこういう曲ばっかりでね、ほらずっとボサノバ歌ってるでしょ、はい、こういう曲ばっかりでなんかずるい。あら、あら、そうですか、ね、ずっと聴いてたくなるようなこんな曲ばっかりなんですね、もうね。そうですね、はい、うん、素敵ですね、なんか、はい、はい、ちなみに、はい、あの昔の話すると、はい、ボサノバ、いつ、俺いつからかなって以外にね、うん、たまに思い出すんだけど、はい、あのつまり弾き語りのそのスタイルって何年ぐらい、なんか昔の話しちゃうとねえ、なんかまた新年になったからな、だんだん増えてるわけですよね。どのぐらいかね、15、16年か、ね、年かね、はい、ね、思いますね、うん、その頃ね、始めた頃にね、あの、うん、あの一緒に演奏したりね、わざわざ寝つくままで来てもらったりとかしてたんですよ。そうです ね、 ね、もう今ではもうね、え、ベティさんってジャズシンガーだったのみたいでしょって言われるでしょ。ああ、そうです ね、 ね、でも時々立ち歌のもやりますよ。あ、本当、来月とかも、はい、ピアノトリオ で、 で、はい、ピアノトリオで。もうそういう時はね、歌詞を忘れてもう大歌詞、歌詞が歌詞がと思いながら、はい、はい、一生懸命立って歌っています。そうですか。それって、うん、なんかちょっと突っ込んで聞いちゃうと、はい、年に 何本ぐらいあるんですか、そういう、つまりジャズシンガーなものって。結構今びっくりこいたんだけど。びっくりこきました。もう、いや、もうそういうのやらないのかと思って。どうだろう、まあ5回ぐらいかしら。そうですか、うん、それってどうですか、はい、やっててなんか違和感ありますか。別にない。違和感はないですね。やっぱりなんだろう、ギターがないのはそれもそれで違う楽しさがあるというか、ああ歌だけっていうのも楽しさはありますよね。そうですか、うん、ね、じゃあまあね、両方 OK ということでね。皆様、はい、ね、あ、俺もでもあれですよ、自分のこと話すと、はい、そのジャズの歌番やらしてギター一本で。そうですよね、私それでやっ、ね、あの2人で、そうだよね、2人でやったことあり、まだギター私が弾いてない時代
営業でどっかでね、そう野外でね、外であれからすごいたくさんお酒飲んでね、はい、そうでしたそうでした終わってからね、そうね、はい、あでもね、なんかね、そうそうありましたありましたありました。いやそれまでほら俺も単語やったりとかで、うん、ジャズの歌番かっていうか、まああとはやっぱり渋さとかあっちのイメージの人は、はいはい、え、一郎さんがジャズの歌番なんかできるの？わかるわかる、そうですよね、きっと皆さんそう思うでしょうね。じゃあ便利じゃないですか、一部はこう立って、うん、ね、あの指奏とか歌ってあそんな歌歌わないかいやいや、そんなことないです、ね、で2部はこれで、はい、ほらあそうですね、着替えて、はいはいはい、いいじゃないですか。あそういうのもなんか何度かありましたね。そうですか、そう使ってで今年そういうのやりましょうかね。あ、ね、皆さんお願いします、お願いします、どなたかイベントよろしく、はい、よろしくお願いします。やっぱり野外が気持ちいいんですよね、天気が良ければ ね、 ね、あ、そりゃそうです、天気が悪かったら最悪です。いやほらあの夏場の野外ってほら今や俺もこうガットギターになっちゃったんで、はい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 、ちょっと雨の日はそりゃそうですよ、まあ、というわけで雨でも大丈夫な楽器は持ってるんですけどそうなんですよ、でもね雨さえ降らなきゃいいですよ ね、うん、いいね、楽しみですね夏場、皆さんどうですか、ね、どこでも行きますよ、九州でも北海道でも我々、はい、ね、というわけで今日はなんか宣伝、わりかし宣伝が多い売り込みグイグイ、はい、では、続けてまいりましょう、はい、はい、では、これもジョビンナンバーですが、結構ジャズの方も取り上げる曲ですよ ね、 ね、はい、ワンノートサンバというふうにお伝えした方が皆さんにおなじみと思いますが、サンバジウマノタソと言います。一つの音のサンバという、タイトルですね。ずっと一つの音が続きます。この曲は一つの音でできているっていう歌詞なんですよ、出だし。本当ですよ。あ、そうなの。もうなんかそうすると五七五になってるねってこの前言われちゃったんですけど、ね、それでまあ言ってる内容はその一つの音っていうのがもうね、と十分、一つの音がとても大切で素晴らしいんだと、あのたくさんの音を使ったからいい曲とは限らないんだ。そうだそうだね、でオチとしては世の中たくさんの人がいるけれどもたった一人のあなたが大事という、そんなオチがついています。サンバジウマノタソエサケスチューソンビニアフェイトヌマノタソオトラスノタスバウイントロマSa base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Começou consequência inevitável de você. Quanta gente se vê por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me tirei de todo esse carinho, fina não sobrou nada, não deu nada. E voltei pra minha nota, como eu volto pra você.Vou contar com minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas é mi, fa, sol, la, si, do. Fique sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Thank you.
do que acabo de dizer. Começou com essa canção inevitável de você. Quantas vezes existe por aí que fora tanto e nem distante, ou quase nada. Já me tirei de todo escarife, nem sofro nada, não digo nada. E voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você. E quem que tu dança as notas, é me faz soltar se tu. Fique sempre santa e uma, fique numa nota só. Fica sempre sendo nenhuma, fique numa nota só. Fica sempre sendo nenhuma, fique numa nota só. Yeah. ワンノートサンバでした。ワンノートサンバでございました。なんかすごい緊張。なんで俺こんな緊張してるの？そうなんですか？はい。あ、でもそうだ、皆さんにね、ちょっと少しいいお知らせという、まあ、私事なんですけど、今日、ね、気づいてる方いらっしゃると思うんですけど、いつもこうくるくる場合というのがこれ来てちょっと調子が良くて、でもう今日はね、だからね、ギター弾いててね、ねこれね、このまた喋り始めちゃってそれまではわりかしもう、まあ、調子がいいから話せるんですけど、やっぱ調子が悪いと一日もなんかこうやって過ぎていくっていうね、ギタリストですね、やっぱね。でね、ちょっと調子がいいとね、ギター弾くのはこんなに楽しかったっていう、うんうん、なんか表現したいみたいなね、だからまあね、まあ、夜と年並みだとは思うんですけれども、少しねここに来てなんかそうするとなんかほら、ああいうこともやりたい、なんかね音源も取りたいとか、あとこれも今日5 years 関係の方ね、それもお話しなきゃなんないんですけどね、見ていただいてありがとうございます。年末にね、もうこれも別に隠すことじゃないからお話しすると、はい、その5 years ってそのがん患者の人のその、はい、コミュニティサイトなんです、うん、大きな、はい、1万7000人あ、すごい大きい、うん、まあね、そこ俺始まった時からずっとメンバーなんで、なんか長く付き合いして、それでね、年末にそのほら普段あんまり病気のネタってこうペラペラ喋りにくいので、じゃあ専用のっていうかその方々だけでやろうって言ったら、割かしみんな見てくれて、ね、やっぱり楽しんでもらえたみたいで、それですごくなんかねやってよかったなと思ってて、でそういうこともね、やっぱちょっとね指の調子が悪いとさ、どうしようかなと思うけど、ね、調子が良くなってきちゃう、これは、なので、まあ、このまま調子良かったらね、そのまんまやりますからね、皆さんまた、お知らせしますんで、ぜひ期待してください今年はね、という、はい、ね、なんかほらそういう方々もなかなかライブに行けない方も多いので、ね、それだけでもなんかやるね、その役目かなというか、ほら我々ってそういうなんかね、そういう方々に役に立つと思うと頑張っちゃうじゃないですか、はい、っていうのでね、今年はそういうこともねやりたいと思ってますけれども、はい、そんなわけでトントンとやって、あとね、そうそう、MC が長いよとうとう怒られてしまいました、ね、いろんなでも MC を辞めないでって人もいるんですよ、これが、まあこれが いろんなね、好みの方がいらっしゃいますから、それはそうですよ、なかなか全員をこう、ね、納得させるのは難しいわけですよね、はい、こっち派こっち派いらっしゃるわけで、まあ、なので、まあ、そこは、まあ、ある程度、はい、てかMC が長いんじゃなくて番組が長くなってきてしまって、これもね振り返ると、これ始めた時って30分だったの実は、で MC とか全然なしで、その時はソロギターで、そうです、ソロだけで、だ演奏だけ で、でこのペラペラ喋るなんて普段は喋りますけど、はい、でもこう、ね、カメラの前でなんてもうありえないと思ってたから、でもだんだんこうね、それこそベティさんもそうだけど来てもらうと、盛り上がってくるとだんだんこっちも長くなって、演奏はまた次の曲っていう、まあね、最長記録を持ちですけど、この番組のそうでしたか、2時間近くやったことがあるというそうでしたか、ね、はい、なので人によっては長いということで、まあね、ぎゅっと凝縮して、とは言ってもね、バンバン調子に乗ると長くはなっちゃうんですけど、さあ、でもこんなペラペラ喋るから長くなるんですよね、はい、そんなわけで、はい、行きましょう、はい、あ、まだこんなあるじゃん、はい、じゃ飛ばしていきましょうじゃあ、早くやる曲じゃないですか、テンポ早くでは私とても
日本語の曲の中では多分一番歌ってきた曲じゃないかなと思いますが、永六輔さんと中村八大さんの名コンビによる素晴らしい昭和歌謡です。黄昏のビギン。雨に濡れてた黄昏の街、あなたと会った初めての夜、二人の肩に銀色の雨、あなたの唇いたけ。傘もささずに僕たちは歩き続けた。雨の中あのネオンがぼやけてた。あなたの瞳潤む星かけ、今年の何ですか、はい、抱負みたいなのって一応よく聞くんだよ。
かれるでしょ、聞かれない、初めて聞かれた。あ、そうですか。今年の抱負というか、なんかこう今年はこれを一発決めたいみたいな。健康ですよ。あ、そう皆さん健康ですよ。健康第一ですよね。そうですね、本当に重要ですよね。重要です。健康で1年、はい、健康で1年だそうですまあもうそれ以上望まないっていう感じです。いっぱい望みますけどね健康でお酒が飲めてね。そうですね、はい、ちょっと浮かばないんで健康で逃げましたけど、なんだろうね、はい、うん、特にこうファッて掲げてないんですけど、でもまあね、今はコロナだからね、例えば海外だからブラジルに行きたいとかさ、ああね、うん、まあそうでもない、そう顔はいや今年は無理かな。まあそれはそうですよ ね、うん、そうですね、ね、うん、じゃあとりあえずね、健康でぼちぼち現場でね、お客さんに会えて、はい、ね、お酒も飲めて、ね、幸せですよね。いや本当にそうです ね、 そうね、まあ、コロナになってこうやっていろんな方にね、さっきも話してたんだけど、まあ、本当にプリンチャンネルでもそうですけどもね、あの応援していただいてっていうのが本当に我々ミュージシャン本当に身に染みてというか、振り返るともう2年になりますからね、こうなってね。そうです ね、 ね、もうすぐ2年、今1月、だいたい3月、4月、そう、3月頃でしょう、4月末ぐらいからでしたね、でそれで本当誰にもこう相手にされなかったら多分もうやめてたと思うしね、うん、で本当こうやって応援していただいてありがとうございます。ありがとうございます、ね、でさっき話してたんですよ。そうなんです、うん、ね、それこそそのなんていうかな、まあこれ病気になっても思うんだけど、応援してくれる方ってこうやって拍手してくれる方だけじゃないですもんね。本当、うんうん、こう陰ながらっていうか、それってねすごいこうこれやってね、プリンチャンネルやってもすごいわかるんですよそれが、うん、ね、で、ああ見ててくれたのかっていう方も、うんうん、ね、で本当にそういうので我々がこうね、なんとか生き残るというか、まあ、はい、続けられているということで本当にもうね感謝してます、ね、さあそれでは、うん、次行きましょうか。はい、ではジョアン・ボスコの曲ですが、長いんですよ見失いです酔っ払いと綱渡り芸人というタイトルなんです。そうなんだ、はい、払いと綱渡り、ちょっとだからこう対局の、ね、真逆の2人が登場していますが、これあのブラジルって軍事政権という時代が20年ちょっとあったのかな、80年代ぐらいまであって、でいろんな表現の自由も奪われていたので、うん、ちょっとそのなんていうの、バレないように政治批判をという曲がこの時代多かったみたいですが、ね、酔っ払いというのを政府に例え、綱渡り芸人を国民に例えたらしいでございます、はい、でちょっと歌詞の中にチャーリーチャップリンが出てきたりすることもあって、うん、 なるほど、あれがそれでそうなった、それでそうなってます。なるほど、はい、ではスタートしましょう。Caía a tarde feito viaduto E bêbado trajando luto Me lembrou caíaA lua Tá qual a dona do poteu Pede a cada estrela fria brilho de aluguel E nuvens Lá no mata borrando o céu ChupaJas torturadas Que sufoco Louco O vevadão com chapéu coco Fazia irreverências mil Pra noite do Brasil Que sonha com voltarNo rabo de foguete
choro a nossa pátria mais gentil. Chora Marias e Cralices do surdo Brasil. Mas sei que uma dor assim pudente nada de ser inutilmente a esperança dança na cor da bomba de sombrinha em cada passo dessa linha. Hoje se machuca asa, a esperança que lhe presta. Sabe o que show de toda artista tem que continuar. それをやって、はいはい、終わりでいいじゃないかな。なるほど。ということはこれやってあれしてこれしてって感じですね。あれしてこれするんですか。はい、ありがとうございます。なというかそうかね、短い、短く短いあっという間ですね。
はい、なんかねあれなんですよ。でもやっぱりこうだんだんこう回数を重ねてくるとね、あの最初は家でやってる感じだったんだけど、やっぱりもうだんだんそのリアルライブと同じエネルギーになってきて、そうするとなんかね2ステージやらないと気が済まないとか、なんかこれじゃお客さんに申し訳ないみたいなエンジンがかかってしまってね、でついついまあ言い訳をするとね、でもう全然だからそういうエネルギーは同じか、あといろんな立て込みもやるからそれ以上で、はい、こういうのは伝わると嬉しいなと思ってます。あの大切なことをずっと今日は言ってませんね。そんなわけでこの、いやこれね言わなきゃいけない、そうです、そうそう YouTube 的にも、はい、この動画をですね、無料で、ご覧になれます。どなたらも、はい、でも無料でご覧になれますが、もしね今年も頑張れよと、ベティ今年も頑張れよと、これでお弁当でも買いなさいみたいな、はい、お気持ちいただけたら嬉しいです ね、ね私たちも頑張って、ね、コツコツと演奏を、もしくはご配信もそうですが続けてまいりますので、もし、ね、そんなような、お気持ちが嬉しいです、何言ってるそれで、はい、ね投げ銭という、システムを、まあ、他さんもそうですけどもうちもやってます。はい、概要欄って言って、だいたいスマホとかあと PC でも説明書き長くこうベティさんがこうでこうでって書いてるとこありますよね。そこの一番上の青くなってるリンクのところをタップとかクリックすると、そういうネットバーチャルネット売店みたいなところ、うちのやつなんですけどね、そこで、そういうような、投げ銭用意しております。そこで、いただけると、お気持ちをいただけると我々頑張れます、嬉しいです。で、いつもそうやってね、いただいた方に、ね、そのまんまって僕ね、それじゃあ失礼なのでお気持ちだけでもということで、いつもでしたら俺趣味がこれになっちゃったんで、はい、カメラマンですね。カメラマンです。趣味はカメラですカメラマンって、はい、はいはい、で季節のプリンちゃん写真をですね、頼まれもしないのに封筒に入れてお送りしてるんですが、はい、はい、恐怖新聞のように気がついたらなんてこと、はい、はい、今回はなんとこれです。なんとまだやってます。はい、これです。あ、そうです、はい、プリンちゃんカレンダー、今年版のやつ、今回ですねお気持ちいただいた皆様には漏れなくというね、ここ強調してみはい、お送りいたしますので、はい、これあれ12月から始まってて来年の1月まで入ってんだっけ、だそうです。はい、私が撮影したこのプリンちゃんというキャラクター、プリンチャンネルのプリンちゃんですね、プリンちゃん写真、はいはい、略してプリシャ、お、はいはい、をカレンダーにしたものです。ペン立てにもなります。あ、はい、で、すでにこれ前回、さらに前回でもういらないよって方は書いておいてください。書かないと言っちゃいますので、もしでも、もし言ったら誰かこれね、一応ねこれキャッチフレーズがあるんですよ、プリンちゃん、一人頑張ってる人、頑張ってる人を応援している人へっていうキャラクターのこのキャッチフレーズを持ってます。そういう方に差し上げてください。はい、ね、もともとはこの私たち の経験でこうがんサバイバーの経験から生まれてきたキャラなんですが、そういう応援のためにね差し上げていただけると私たちも嬉しいです。でさらに、はい、何さらにもうね、はい、新春特別、はい、今ならなんと、ね、それで今回カレンダーのじゃない時はこのプリン券、これ新しいやつなんですけど、はい、これプリン券って言うんですよ、はいはい、これいいですよ、うん、はい、お財布に入れるといいことがありますよ。お、そうですよね、聞きました、はい、お財布拾ったり拾ったら届けましょうね、はい、はい、という、でこれをですね10枚集めた方には、プライベートライブとかレッスンとかいろんな特典を、あとお守り、プリンちゃんお守りとかね、はい、だけど皆さん奥ゆかしくて、いやいいよいいよあらっていう方もいらっしゃる、結構たまってる方もいらっしゃいますので、そういう方にこれ数量限定なんですけどチョコレート作りました。すごい、はい、
これもいくつかしかもないんですけど、これあの先着順、すごい、あのもうあ俺10枚あるよっていう方で持て余してる方はあのこれですね。しかもそのいつも投げ銭いただいてるサイトにのね0円で載ってるんだよね。そうそう、そこにあの商品としてあげてありますんで、あの10枚じゃない人はダメですよ、分かりますかね、こっちでねそこであのいただければこれお送りしますんで、はい、ただもしなくなったらごめんなさい、そしたら、はい、あのまた食べといてください。そう、その他にも小杉さんのプロマイドくださいって、お、ありがたいね小杉さん。一郎さんが撮ったわけでしょ。多分私が撮ることになるんです。いや、それがこれからの、この間クリスマスのばっかり撮っちゃって、はいはいはい、今から今更このクリスマスものは、あ、なるほど、なんでこれも撮ることになります。小杉さん見てるかな。小杉さんよろしくお願いしますあの複数の方からはい、あの、はい、ご要望がございますということで、こんなようなね、これも10枚食べた方に差し上げたいと思ってます、そんなようなことをで、皆さんはぜひ、はい、ね、あのよろしく、よろしくというか、はい、はい、こんなようなことも、ね、また来年も作りますんでね、というね、宣伝をさせてもらいました。はい、私のごめんなさい、ライブの宣伝もさせてください、まずライブというかまずプリンチャンネルの、次回は、今月も1回あるんですよ、はい、次回は打って変わってタンゴですね、隣の国アルゼンチンの、うん、はい、久しぶりですけどバイオリンの石澤美斗さん と、タンゴを久しぶりにやろうと思ってます。1月30日です、同じ時間です、ぜひ、ま、あのカチッて弾きますんでね、久しぶりにタンゴ、指の調子がいいといいな。はい、それとリアルライブですが、まず、県内は茨城県内は勝田が2月の2日遠藤沙耶さんっていう素敵なボーカルの、うん、ね、お二人、あの二人であのデュオでやってる、ね、あのライブです、2月の2日です、水曜日かな、それであとは東京は2月の12日この日は中野スイートレインで2回目かな、古田の北沢直子さんの、プレゼンツというか、はい、ね、リーダーバンドと言っていいのかな、彼女と私と、ピアノと作曲家のしずさん、3人でのユニットでオリジナルをね、あの手作りのオリジナルを聴いてもらおうという、ね、しずさんすごいいい曲たくさん書いてくるんですよ。あのすごくそのあのかなりこうあったかみのあるいいライブになるはずです、この日は、2月の12日ですね、中野スイートレインです、お待ちしてます、それと3月になりますと、はい、ベティさんにさっき誘っていただいた浅草、はい、浅草静か、3月11日でございます、ね、もしあのお時間ありましたらぜひ皆さん応援にいらしてください。そんなわけで、ね、あっという間に時間が過ぎてしまいました、ね、さあ、でもう一回じゃあね、今日のゲスト紹介しますね、はい、素敵な、歌とギターと、はい、昔からの、あの仲間です、ベティ大竹さんでございました。ありがとうございます。まあ、また来てくださいね、はい、ね、そんなわけでね、次の曲はおよそ最後かな。そうです、はい、はい、では、最後の曲になります。ではお願いします。イカリアイカリアイカライカライカリアリアイカライカリアイカリアイカライカライカリアリアイカライカルファルポサマンダラハサンラミナウェイコケノチセキャファランコラサンイカルファルポサマンダラハサン、ラミナウェイコケノチセキャファランコラソン、エケルヴェ、ボセマンダ、ラハサン、ラミナウェイコケノチセキャファランコラソン、エケルヴェ、ボセマンダ、ラハサン、ラミナウェイコケノチセキャファランコラソン、シトダオレオラジラジシウザンエウファラコラ、ノフウデジュゴモンドファトコンスマデンボーメンボーボーラ、ナケルマイションマイスミアマイスミアフロンダン。Essa história Arrei os meus anseios Pego vivo vivo de memória Eu quero viver em paz Por favor me beije a boca Que louca, que louca Eu quero viver em paz Por favor me beije a boca
から行かれ行かれ行かれやりゃ行かれ行けるべおさまんだらなはさんプラミナウェコケヌチセキャバランコラソン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 ストーダオレオラジラジシューザンエファラゴラFure jugo mundo fat consumado em bom em boa Na quero mais jamais me amar profunda nessa história Arrei os meus anseios peito, vivo vivo de memória Eu quero viver em paz, por favor me beije a boca Que louca, que louca Eu quero viver em paz, por favor me beije a boca です。はい、はい、そういう曲です。はい、ありがとうございました。アンコール。あ、アンコール。ございます。ね、ありがとうございます。短くやったつもりで。結構でも、はい、あらまあ、あま、ね、あらまあって感じになってきました。楽しみいただければ。最近ね、こうやって PC をこうやると見れるかな。あ、ダメだ、違うページが。はい、いた。わあ、本当だ。ありがとうございます。本当。はい。いっぱい書いていただいてありがとうございます。あ、ローさんも見てくれてますか。わ、ね、ありがとうございますね。皆さん、まあ、これ書いてね、あのチャットで参加してくれる方もねいますけどもね、そうでない方は大体ね、あ、この人見てるかな見てるかな、うん、分かるようになってきて、ね、このカメラの中に気配がするというか、うん、はい、え、本当ですよ、ね、皆さん見てますか、ね、はい、ね、見てますよね。ありがとうございます。アンコールまでいただきました。ありがとうございます。はい、そんなわけで、はい、ね、あの正月明け一発目の、プリンチャンネルでございますがね、はい、とっても幸先のいいというか、まあ、あの私はもうとっても楽しく、やらせてもらいました、はい、で、なんかこう合奏すると楽しいよね。楽しいです ね、 ね、だからつい長くなっちゃうんだよね。すいません、どうも長くなってしまうさあ、それでは、アンコールいただきましたんで、はい、ね、はい、あのこっち、そうですね、こっちね、はい、そっちにしましょうかね、はい、こんなやるの初めてじゃないかな。あ、ほんとじゃない。はい、そうかも。弾けるかな、俺弾けます。あのほらほら、こう一番こうどこへ行ってるか分かりにくい感じ。あ、大丈夫です、大丈夫です、なんとかなる、はい、大丈夫です、大丈夫です。はい、はい、引いたふりします。そういうわけで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そんなわけでね、言い残したことないかな、ライブの宣伝とか、あ、そうそう、いつもね、チャンネル登録を言いなさいよっていう人もいて、うん、あ、俺言わずにこうやってこのまま終わっちゃうでしょ。あ、そっか、YouTube だからチャンネル登録ね。そうそうそう、なんかいいことがあるらしいですよ、あの私にとって。なんか、あ、そうですよ、そうそう、なんか人数が増えると、うん、なんかね。何人からだっけ、なんか1000人、1000人、まあ、あんまりでもね、そうそう、狙っていないってまたなんだってなっちゃうけどあんまり気にはしてないんですけど、でもあのそれチャンネル登録していただくと、あの登録した時になんかいつこうだよっていう具合に届いたりもするらしいので、うん、うん、あ、こっちがね、だからライブの、うん、あの、うん、そのプリンチャンネルの YouTube に予定を入れると、あの届いたりもするので、そういう意味では、うん、はい、ぜひぜひ皆さんやってみてください、はい、ね、それと、うん、あと今年からね、うん、そのまあまあ、あのいろんなのもあって、うん、
あのレッスン関係も少し力を入れようかなという感じに思ってますが、どうなんですかね。なんかね、ほらなんか結構英会話みたいにタンタンポンポンって教えちゃう先生もいるらしいんだけど、俺ほらこうでしょ、うん、でもう、もうそんなこんなじいさんになってきて、やっぱ昔のジャズの人間だから、はい、そこあたり今の人どうかなと思うんだけど、はい、でもなんかね、こうただ楽しくやってるだけで飽き足りない人も出てきてるのを知ってるんだよね、うんうんうん、で音楽ってわりかしそこから先ってこうもやもやするけど面白いとこがあって、うんうん、あと曲を書いたりね、詩を書いて曲を書いて歌を歌うみたいなこともあの、まあ、多分近々それホームページにも作ろうと思ってるんですけど、俺昔結構その先生やった経験あるんで、うんうんうん、そんなのもほら、ね、あのね、今若い子昭和歌謡でも結構平気で、あのユーミンとかああいうのもね、うんうん、受け入れてみたいなのもあるから、もしそういう、ね、昔のというか当時僕らの音楽の作り方とか、あのついでにギターも弾けるようになって、ついでに音楽理論もついてきちゃうようなこともあの、はい、あの今あの考えてますので、ね、もし興味のある方いましたら、あの今回からあのこれあの番組終わりますと最後の画面であの投げ銭サイトの QR が映るんですけど、はい、そこにあのメールアドレス、よく考えたら俺やっての連絡先ってないんですよね、これやると。あ、そうそう、はい、そっか、うん、そこにあのご意見ご要望って書いてある QR 載せときましたんで、例えばこの番組のご要望とか、あとね嬉しいのはね、お便りが嬉しいですよね、うん、でこれまあ今年それもやりたいんですけど、うん、あの少しこう昔のラジオみたいにそういうね、あのなんかそういう季節のお便りとかいただけたら読めるようになったらいいななんて思いやり考えてます。そんなんでね、今年もなんか、ぼちぼち続けてまいりますので、皆さんよろしくお願いします。では、アンコールいただきましたんで、最後にこの曲を、ね、お送りして、お別れしたいと思います。どの曲？その曲、この曲ね。そうですよ、はい、メディ大竹さんでございました。ありがとうございます。皆さん最後までありがとうございます。うーんとーす、あ、あSamba, que é Cristo de Maracatu, universal.
Somebody played a fiddle. Somebody played a tuba. My skin on the ground. I saw the calm as time I got. I sat on my kere. Kiryu shige no finna.ありがとうございます。